呼吸で止めたんですよ。魚の魚持ってましたね。魚の呼吸、魚の呼吸の使い手だったんだ。本当面白くて、あ、澤部と大沼父のガチ気配切り対決。一つ気になったんですけど、あなたは剣じゃなくて魚で戦うんですか？漁師なんで。漁師なんで。魚でやんだ。それでは行きましょう。気配切り対決。全然分かんなかったもんな。ではお父さん。そう、あ、お父さんダイナミックに動きますね。澤部さん怖い。澤部さんやばい、狙い方やばい。目いっぱい。さあ、メンバーが引いております。アイテムレーが引いております。雷かな、これは。お父さんいいよ、いいよ、いいよ。魚が消えた感じですよ。あれです。だからそこで僕が居合で行った時に雷かなって聞こえて頭を下げてるんですね、うん、そう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 。雷かな、これは。で、いや、行った時にまさか、あの大沼も上からでバーンとね。綺麗だったな。この後、流行る1位の発表。ソニー散歩。渋滞って退屈だよね。え、誰？私は車のせい。ここは任せて。任せて。しりとりだよ、車。マイク。クマ。またま。楽しいでしょ。ソニーソンポもね、もしもの事故にあった時は相手との電話を任せられるの。へえ、頼れるね。でしょ。じゃあ運転はあなたに任せて、私はお休み。ぐー。へえ。安心をもっと安く、ソニーソンポ。はえある、澤部のもう一度見たいシーン第1位は、櫻坂46学力テストでの珍解答でございます。これはもうずっと面白いです、ね、はい。その中で板垣大輔の問題、うわ、大好き。大好き。外れなかったなと思って。あれ、俺も全部面白かったっすよね。俺高坂のが好きだったんだよ。なんかまずはこちらの問題。骨を折るという慣用句を使って土田という言葉が入った文章を作成しなさい。大沼の回答こちら。土田の骨は簡単に折れた。こういう問題。怖いな、大沼。すごいからな、パワーが。